ガタガタしない方がいいよ。お前らが大事なところへ何を入れてるのか全部お見通しなんだからね。おまけにそのお前たちの腹の下にねじ込んでいる瓶詰めはガセネタと来てやがる。ヨーヒー商売ったってとこだな。兄さん、息子が日向ぼっこしてるぜ。尺がついて早く出られたんだよ。記者の中で又崎殺人の新聞記事を読んだ。殺された女の写真を見たら乗り子だった。星の探りをつけてるとまた一鈴がやられた。このままじゃベニエリダーの直れだよ。姉さんが食らい込んだ後行き詰まっちゃってね、苦し紛れに麻薬の運びを引き受けたんだ。大事なところを使ってね。品人街のリーからの話でね、神戸の扇一家まで運ぶだけ手間賃はすごく極限だったよ。運びに邪魔を入れてる奴らがお前たちを牽制するために乗り子や伊鈴を又崎にした。必ず仇は取ってやるよ。ご機嫌。